幕府と五山ということで、吉田一さんの巨大企業体のような組織だった禅僧集団ということで、まずはじめにですが、そこで禅の固定観念を疑うということになります。まあ、室町幕府の宗教、言われたらまあ禅宗というイメージがあって、禅宗言うたら、わび、さび、だ禅という、ね、イメージがありますけども、まあ、実際には禅僧はさまざまな顔を持っていたと。例えばあの禅僧、臨済宗の宗派 いうでも、現在の我々のような考えのように、臨済宗をひたすらやり続けてなくて、臨済宗の人と、まあ、天台宗の人と、まあ、お互い勉強会し合ったりしてたり、あの研究会なんかし合ったりして、まあ、割合幅広くいろんなことやってると、宗教1つとっても。で、さらに、前層にも、荘園経営者の顔、金融業者の顔、あるいは留学生な、留学生になったりするわけであって、一人の人間、いろんなあの顔を持つ。 吉沢さんは例えば、1人の人間が例えば、あの仕事してるときには、売り手だったり、買い手にだったり、いろいろするわけであって、いうことですね。例えば、まああの、コンビニの店員の人も、店員の仕事やってるときには売、売り手やけども、自分がコンビニ行くときには客になる人とか、まあ、そういういろんな、えー、あれですね、電車乗るときには、電車の乗客とか、それ同じで、前走も、我々は何となく前走を言ったらこう、座禅してる。 え、あるいはポク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 チーンというトンチのイメージは強いんですけども、実はいろんな顔を持っているということであって、そういうのを見ていかなければならないと。前週言うたら、解明的な鎌倉武士が、の内面を支えたと。解明的な鎌倉武士の内面を支えたという精神論的な捉え方がなされている。まあ確かにそうですよね。 い,やいわゆる新仏教論というのはそうですよね。解明的な鎌倉武士、腐敗した古い貴族に対して、解明的な鎌倉武士が出てきて、その鎌倉武士のという世の中が出てくる。これ、あの領主政論の典型的な図式ですが、その中心に禅というのが出てくると。その鎌倉武士、素朴で実際的なそういう鎌倉武士の悩みを支えたという、そういう答え方が多いと。まあ、特にこれ 明治時代の、この仏教教授、鈴木大説が海外に紹介した結果、簡素で実用的な、そういう精神的な問題、善。これが流行ってしもて、なんとなく、おう、善。で、さらにあれですよね、エリザベス2世が日本に来た時に、1975年に来た時に、両安寺を見てまあ感動して、それで両安寺は一気にブームになったと、善。 部分は広が広っっていていスティーブブン・ジョブスとかも捉えていたというような話になるんですけども、一方で歴史学研究の方では、例えば、五山、禅宗通のは、そういう簡素とか、和、え、美、ー、サびとか、素朴とか、そういう話を超えて、彼らは室町幕府の漢字であると。その十字任命の、これが資料がたくさん残ってるんで、この臨済宗の研究が難しいのは、資料が 実は意外と残らない。やっぱり、室町幕府崩壊とともに衰えていったんで、資料が意外と残らない。比叡山なんかも実は資料が残らない。まあ、有名なんですよね。あの、織田信長がもし比叡山焼かなかったら、まあ、実際に焼いた信長よりもさっきには多細川正元が焼いちゃったのが多分一番大きかったんだろうけども、細川正元や織田信長が比叡山をぼうぼう焼かんかったら、 あの歴史が変わってなかったらまあ多分変わらんぐらいの分析はしてますよという話があるんですけども、まあ、臨済も意外と残ってなくてし困る十字任命値で比較的残っているとだからこの辺が割合研究として進展してる、ね、でそもそも五山とは何かとまあ競技の五山我々は五山南禅寺がまあ外で小国寺がトップで天龍寺というのは えー、あれですけどこれが順位をぐる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 変わっているのはいいですね。これはあのその時の、時々の権力者の都合で、この小学特化を繰り返すと。この五山、十冊、諸山、これを含めて総輪というふうに言って、これは室町幕府の壮大漢字として機能していると。こういったものを公義の五山と。要するにこの総輪を公義の五山というふうに呼んでいるということですね。五山派。いわゆる五山派ってやつですね。 で五山十冊、十冊なんですけど、義満の時代に十冊があの定められるんです。以前から定められたんですが、義満の時代にこの実殺十冊を十家事という方針を転換する。それまでは五山、十冊でほんまに五山と十冊だったんですけど、それ義満の時代に十冊はどんどん増えていって、倍増してどんどん増えていくということです。それからあのもう一つは五山制度というのは、途中までは地方の人間でも能力においし以下に応じては、 ぐぐいいいとと出世していけるとあの常に、まあ、この辺の研究、ま、全く室町の時代では書かれないんですけども五山制度の能力主義については東島誠さんの研究がありますよね「豪庫」という豪という言葉あのこれが浮上するのは3回日本史において3回だと東島さんは言ってあります、ねまあ、東島さんは最近ではあの亀田さん批判で ツイッターとかでは有名に <laughs> なってましたけども、豪骨のは3回、南北朝時代、それから戦国時代、それからあの近代、豪骨の要するに自由に、2か所の偉いさんのところに自由にそれぞれこうあの往来して教えを受けたということ、孤児から来ているそうで、そこから自由な言論空間という言葉、でこれが浮上してくる。 この合庫というあの東アジア的なこの合議性というのは重視すべきだと。五山制度というのは、の能力主義というのはその合庫の精神とのものだったんだただそれが日本ではなかなか根付かないという話を、えー、だからあの浮上しては消えていくんですね。それでもまた浮上してくる。でも消えると。こういう自由な言論空間というのはと話をしたんですけども、まあこれもこの五山制度の能力主義、これがまああの崩壊していく過程ですよね。との関係ですね。 だから、この辺なんかいろいろともっと広げることもできるだろうと思います。それから、小国寺造営と天下の大寺一国大義、これはあれですよね、あの小国寺を建てるときに、まあ、室町幕府が関与したのは天竜寺と小国寺ですけど、この小国寺を建てるときに、当時の人間は、これは天下の大寺だと。で、これはあの矢野荘なしですね、相生矢野荘にも当然、小国寺を建てるために臨時の出会いをかけるぞ、とかで。 当時は天下の大事だとあの守護の赤松氏はこれを一国大義だというふうに言うて守護役を作っていわばあれですね赤松氏が文国を張りまでガリガリと矢野荘から税を取り立てる時の論理としてこの一国大義っいうのが使われたと。もうこの中央のこの聖国寺造営というこれが地方社会にも 大きな変動を与えているということで、この小国寺の問題と、実は当時陵荘園であるやんの祥の問題というのは非常に絡んでくるということですね。そういう側面からも、この小国寺の話は考えられるべきであると。それから五山の出世コースと金の流れです。どうやって出世するのか 元々は能力主義でこうグイグイと引っ張られていったんですが、これが崩壊していくという話なんですが、それがそのうちに金目だよね。まず、えー、この、貧乏。これは、まあ、あの、この筆でこう、ファッファッってなんか受けられるんですけど、この貧乏。十字資格をこれで取得するわけです。で、この貧乏を経た人間に、 この書き立ちというものが、それをリスト化されるわけです。書き立ちリストですね。この書き立ちを室町殿がチェックするわけです。で、室町殿がその中で話をいろいろ聞いた上で選抜する。これを争点と言います。この室町殿の争点、爪でこう印をピッピッとつけるね、だから争点つけですこの爪でピッピッとつけられた人間に対して苦情が出されると。これは事例でですねで この苦情が出されたら十字式にな,れなって、初山の十字になれると。これを正道と言います。さらにそこでいろいろと積んでいって、キャリア上がっていくと五山の十字になります。で、この五山の十字を減ると、東道となります。この貧乏から書き立ち、争点、苦,苦情と言われをして、十字式になりますが、ここで稲荷雲と、これ稲荷雲と言いますけど、稲荷雲、雲観戦というものが出てくるわけですね。 これがあの実力主義っつうものを、まあ、消してしまう。で、このいなり、くもというのは、このいなりですね。いなりとて何か言ったら、名義上の十字就任。だから、なるほど、明神寺とかあれて、1年、2年で十字はくる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 変わって、結構有名人が十字やってるよねというのは、結局、あ名義上なのねと。この名義上の十字就任の、 事例を稲荷くもんというわけです。この部人状が、えー、稲荷くもんですね。で、このための手数料がくもん感染と言います。要するにこのくもん感染を出して稲荷くもんをゲットするわけですね。で、この加熱のは前奏が自分で出すわけじゃない。だいたい現在の貨幣価格に換算すると、えー、まあ10巻から80巻と言いますから、だいたい100、えー、1巻が10万円から、 えー、10巻つのは100万ですね。100万から800万ぐらい。結構な金なんですよね、個人出すには。言うても、文学博士取ろう思ったら、実はあれ、数百万かかるもんから、まあ、文学博士見たもんですね。<laughs> 文学博士ってあれ取ろうと思ったら、300万かかるんですよ。なんでか言ったら、大学に払う金は10万なんですね、あれ。あの、立命館大学の場合、あの大学に審査したら、私は確か10万やったかな。30万で忘れた。 でもあの本,出せな本を出すのに学術書というのは売れないからこちらが数百万出せないと出してくれないんですよね。自費出版ですよね、いわゆる。出版業界でいうと自費出版。それが300万ぐらいするんですが、出そう思ったら。で、実際には博士になる人は自分でその金を自腹切る,わけ切ることもありますけども。 大学とか,かけあの文科省からそういう補助が出,出ることもあります。出版助成費とのが出ます。それで本を出して、その本を提出したらお都合博士。今、まあったら文学部でも博士取ろうと思ったら、普通に大学院の博士課程をあの出たら、一応そこで公后博士が取れますけども、あの私みたいにあの単位取得大学で掘り出された人間は、 お落合博士さんから学術書ちゃんとこういう立派な学術書、こういうようなあの箱に入ってるとか、こういう立派なカバーをつけてあるとか、こういうような本で下手すりゃ、こういうふうに金字で書いてあるような、こういう本を出すんですね。で、なんでこんなあの学術書ってこんなごついガチガチのこんなごついもので、あの、なるべくページ数を多くしてくれと。そうしたら2500円で売れるから。 そしたら2,500部ぐらいでもなんとかなると。いや、これ、あの脱線してますけどあの、我々は、あの、もし、私、博士号を取りたかったら、文科省か、立命館大学の出版助成を受けるんですが、当時の前奏は、守護黒人奏は金を出すんですね。で、出された金は、幕府仏寺経費に流用されていくと。で、この稲荷文じゃあ、何の意味があるんやと。 幕府の金になるから、幕府はお、あの、金をもらえて、うわわうわはか言うけど、いや、実は一人当たり80巻から100巻ぐらいで、あの、えー、10巻から80巻ぐらいだったら、まあ、100万から800万で、そんな金にもならないんですよね。室町幕府は困ってる言うても、その金、そ、そこまで大事なもんでないと。 いうふうなことが言われていてむしろ金の問題じゃなくて共通の関心事を通じた調和有名な話ありますよね吉政の葬式に出席した足利義美に対してある前奏が話しかけるんですよねいや実はあ,のあなたが吉美さんがあの推薦した前奏手続きがまだ足りないからやめろと前奏の連中みんな言ったんですが吉政が、うん、分かってるけども吉美の頼みだから 受け入れてくれというふうにまあ吉政が言うてそれでその吉見の推薦が通ったと。対立していた兄弟だけどもそういうえお互い通じ合うものあったということをまあそういう話なんですね吉。吉政は吉見のことをちゃんと認めていたと。地方と面町の距離も縮まる。同じ前奏をこう崇拝することで。でこれの吉沢さんはこういう絵を準備してはるんですが。 これをちょっとあの私なりに改変してやりました。文書はもうそのままです。絵だけ書いてあります。こういうことですね。まず、各自勢力が感染を拠出して、ご残荘に金を出しています。ご残荘は苦問感染。これは感染なりの場合ですね。苦問感染を出します。で、苦読なりっついうのがあって、これは、あの、中下級貴族の出身の前僧で、 まあ、金がないと。金がないと。まあ、あの例えば、までの工事、春房さんが前奏になった場合なんかはそうですね。彼は金がない。だから、あのそういう場合は、く年取ってから、10になることもあるんで、免除されますが、一般には、こういう地方の出身の人がなる場合には、この顧問感染が出されます。で、この金出すのは、諸政、各自勢力であると。うん で、出されたことに対して、苦情を発給する。これを稲荷雲。苦情発行、稲荷雲を出します。で、この稲荷雲を出された五山僧は、初山10冊に稲荷をするということになりますね。この五山僧を稲荷にすることで、これを足利政権とこの各自勢力が、まあ、いわば共同作業としてやることで、で、まあ、足利将軍,将軍様からの、 あの苦情が発給されて、この人も万歳、この人も,あのこの人も万歳、この人もまあ金をも,もらえるし、こことの仲が良くなって、えー、万歳というような形になります。公文艦船は33元堂、集築とか大蔵橋、社橋、あるいは県民船などのお金に使われていくというふうな使い方であるということですねで。ちなみに、これ、あの足利義昭で。 これが毛利輝元で、これ安国自衛権の絵で、これはあの、えー、南禅寺であって、実際にこの安国自衛権は稲荷で南禅寺の重臣になってますんで、あの, <laughs> あの、これまさにこの関係で、あの、この関係でうまくいってないのは、この時足利政権、こ,この人はあの毛利の共におったんで、<laughs> 県民選も大蔵教の社協も33家の周知橋もできないんですが、信長に通報されても、この、 苦情の発揮、このシステム、あのちゃんと義脇は共に行ってもってたんで、これは共幕府だというふうに、えー、言われておりますね。吉沢さんはもちろん、この義脇と輝元と暗黒衛件の話じゃなくて、もっと前の足利義則とか、その話を一応念頭にたるわけですが、戦国時代にもこのサイクルは残っとるんね。でもちろん暗黒衛件が何千人たぶん行ったことはない。たぶんそんな暇はない。 これ最初はあの、今、あの、足利義晴、今川氏家、それから大元創夫で作ってたんですけども、でもできますよね。足利義晴と今宇治、今川氏、今川氏家と、吉田の方かな氏家やったら、吉住、吉、吉,吉田のあたりかなそれと大元創夫もうまくいきますね。で、えー、もう一つ、寺院の財務教室では当番集。この当番集っのは、事業の収支管理、あるいは、 公共財のいい収中などを担当した、まあ、いわばエリート金融マンであると。この登板集、小国じゃ大変なんですね、決算報告義務があって、えー、不正とかミスとかあったりすると処罰されるという、ものすごいしんどいんですが、これを続けて、あのこの登板集をしばらく務めると、彼らはやがてあ,のあちこちの代官を請け負って、この能力、収支管理や公共財、維持収縮の技術、 あのスキルを手にして、彼らは代官として実績を積み重ねていって、で、あの大金持ちになるやつもいるわけですね。これなんかエリート金融マンスのものであると。宗教儀礼も結構あって、えー、若き足利将軍の前入門、小国寺などは実は将軍家の神体護持の祈祷もやってます。義満は無双礎石から儀栄を受けてます。つあの 誘拐と威発それから法名ですね。で、あの例えば、義満は道義、義持は道仙義則は道教、それから義政は道慶というふうに、道というのは頭につくまですね。で、この道なんとかというのは、他の武家には禁止すると。まあ、最初の柴義幸さんは柴道将になってますけども、あれ特例でしょうね。 基本的にはどうとどう？何というのはこれは禁止されている。特別な人間だけ許すというかで、このどうつのは、えー、そういう良しと一緒で、基本的にはこれを頭につけるのは罰。でも許された芝吉行きぐらい芝吉行きだけは認める。みたいな形で、そうなったら余計におおなんですね。足利将軍は吉持はあの絶海中心らしいんですが、絶海中心の冒頭来拝したんですが。 あのそれ以外の将軍は基本的に無双組織の墓頭もしくは肖像を礼拝しています。で、基本的に15歳までに呪衛を済ませているようです。吉成の場合は多分15歳までと吉成の場合は多分あれでしょうね。あの将軍直後にあのなったんですね。で、いや、私実は今日ものすごい勉強になったのは、吉成ってこれ、あの、道教って言うんですよ。あの、これ道教と同郷道教。 という方向を実は持ったらしくて、彼は。であの、ものすごく不思議に思ったのは、漢十字常興さんがあの名前を変えてるんですね。で、これ将軍の名前に引っかかったからだと思わせて、私実は分からなかったんですよ。義則って義援、義信。いや、全然か、笠信だったら、あ、重なっったわ。名前が、何やったかな。<laughs> 結構私はあの常置きの方で書いたはずなんだが常置き解名の由来が今日わかったということで、えー、ちょっと勉強になりました吉典もこの禅風の名前を持っとるんですねこれ結構お,るお,りおりますよねこの禅宗風の名前と秦言宗の名前両方持ってる人北畠近夫さんもそうです禅宗とそれから秦言宗両方持ってます近夫さんもだから義縁さんも天台と禅宗持ったかもしれませんそれでちょっとあの義縁さんが吉典さんがいつ この道教という名前っていうのかちょっとわからない。つまり今日初めて道教のて名前も知ったのでこれは勉強になったんだと。室町の身体護事と宗教儀礼細かい宗教儀礼は結構この飲料権が担当してるんですね。これは吉持が作ったもんで聖国寺六音院の吉光の書斎を飲料権と改名してでこの吉満以降の室町殿がこの場を留守にしてる間は 飲料犬種がこの室町殿のこの書斎を管理するということから、この飲料犬種がさまざまな管理を、いろんなあの小国寺以下の前僧たちの官僚になったんですけれども、この飲料犬種が行う修教儀礼に、ご当年星ちょうだい、ご当年成長星ちょうとか、誕生日祈祷、大藩な拠点読、光明信言引渡ちょ毎月の 薬種仏寺、痴漢の院の第三、清和院地蔵像の奉献、当時の背書きというものがあって、まあ、結構あの、毎年1月11日には、えー、ご当年星ちょがあって、それから室町の誕生日には月ごとに、これ、誕生日と年に2回のう月に1回ですね、それから大花納天獄が年に3回、光明神言院頭保ちょが毎月18日、月1回。 毎月、逆襲仏事とか、毎年1月にはどうだろうか、この,のは結構儀式が多いということですね。結構、飲料券頑張ってます。あの小国寺、他に北の人の崩落レンガにも関わっている。異性にも参経せなあならんし、法華発行もやらなきゃならんと。 当時時法華発行を意味ですけどこの法華発行というのは当時時とかで行っていて小国寺においてもこういう県立仏教の行事というのは結構あってくっそ忙しい室町殿この北野市の法レ連ガ、あるいは参経、こういったものについて飲料系が代筆代賛することは結構あるわけです。 吉本さんなんかはこれ全部自分がやったんで、もう政務が滞こうで届こうでしゃあないということがありましたけども、吉則みたいにくっそ忙しくなるとそんなこと言っ全部第3ですね、大筆第3。で、大般若経天俗は50巻で受け取ったんですね。例えば、吉政が得度するときの会し、吉政が出家してくるの100巻。こういったものが室町殿から禅宗の寺院に与えられるんで、まあこういうふうに。 将軍の仕事代参、あの代わりにこうやることで、代官とやることで、まあ金が入ってくると。それから、室町殿の肖像画というのは、禅宗儀礼で使用されています。特に室町殿の早々ですね。この時には、あの、五山で作られた個人の肖像画を、えー、まあ五山で行われると。早々とは五山で行われる。あの、やっぱり汚れを嫌がるんで、県密仏教は。 禅宗が室町の曹操そは得ると。で、そこでは個人の肖像画をこう描けるんですね。で、有名なのは吉本による七言絶句付きの吉光の像です。これですね。これ、吉光像で、ここにあの吉本筆の七言絶句が書いてあるんですが、これについての話なんですが、高岸さんは吉光から吉本の天下の宣言であると。吉光流を全面的に あの塗り替える宣言だというふうに言われてきたというわけですね。ところが、この七言絶句というのは、オリジナル、吉本のオリジナルじはなかったと。パクリやったと。だから、これ別に吉本が、この七言絶句の名前はちょっと見てないんで、わからないですけども、吉沢さんはこれは、うん 吉光から吉しちへの転換宣言というふうに捉える、捉えるべきではない。で、近年実は吉光から吉しもちへの急速な転換というのは果たして行われたのかということですね。徐々に変わっていっていのは事実だけども、 あの結構、吉本は吉光のやってることを変えるところは書者選択してるんであって、全く吉光を全否定し,してるわけじゃないから、そういうふうに吉光、吉本を対立的に取られる必要ないんじゃないかというふうな研究が、気には進んでますあるいは吉本の教養レベルについても、ものすごい禅宗を深く研究し、艦跡を研究し尽くした、えー、ものすごい才能を持ち主だというふうに、根拠なく持ち上げるのもどうなのかなという話をしてます。 で私はこれに関してちょっとだけあの実は義満義持の関係についてはちょっとあの意見があって朝鮮王朝実録見たら義持は義満の像の面タワーに釘打ちつけてると <laughs> 書いてあってかな朝鮮王朝にはかなりそれはあか朝鮮王朝実録なんですけどあの永楽帝が義持は義満の,の画像に あの釘を打ちつけてる、目ん玉に釘打ちつけてると、そういうのは許しておけないから、そのうちに義持、うちに行くから、お前ら準備しとけというふうに来て、と、ないするこれというふうに悩んでるシーンがあるんですね。だから、まあ,あの、仲は悪かったんじゃないのと私は思ってます。仲悪かったとか、義持ちはあの逆恨みしていた可能性が高いと思ってます。結論としては、この室町の大事院うのは、まあ、前週に限らずですが、 大事にさまざまな分野のプロフェッショナル集団であったということを、まあ、意識しないといけないという話で、えー、終わっています。ということでえ室町殿と前ですね、えー、以上です。イ荷リーは名義上の十字という話がありましたね。ではい、でこれはたぶんくるくる変わるんやと。うん。ですか誰なんでしょうね。<laughs> あのただ、ショークやったら飲料院研修とか、そういう当番集とか、そういう連中が実際,じあの実際にはあの力を取って、その下の集団たちでしょうね。あ,のあれ見たもんですかねあの、えー、ドイツの大統領とか。名誉職ですね。うん、行ったこともない人もい暗黒 JK やったら行ったこともないだろうと、忙しくてそんなやってた。 もっと自分の仕事があるからという話でしたけど、うん、これ、お寺のトップというのは、い稲荷が名義上とすると、実質上のトップは誰が人事権握ってたんかな、室町幕府ですかね、やっぱり。あそれは幕府ですね、多分御山であれば。うん。録音総録が人事権とかや、録音総録を事実上、支配してたのは、飲料犬種。そういう意味では、飲料犬種が多分実用のトップでしょうね。 臨済酒の寺は臨料研修が人資金を握ってるんですかうん。うん、天台真言は違うんです天台真言はま違いを見た違うみたいですね。あの、かなりあそこ難しいなと思ったのはあの、これも吉典の話なんですけども、義援さんがなんか吉持と,となんか揉めて、蓄電したことあるんですよ。さんあ義援さん。蓄電経験あるんですよ。 蓄電した後あの比叡山の山荘たちが義援の復帰を求めてデモをするというシーンがあってだから霊例えば正霊門跡やったらおそらく門跡を決めるのはもちろん室町将軍と天皇との掛け合いなんだろうけどもあの室町将軍天皇及び石との掛け合いなんだろうけども決してあのその下の 三門施設とかそういう連中の移行は無視できなかったんじゃないかなと。まあ、でも、それは嘆願上ですね。単眼上だしですね。天台座数は誰が任命するんですかあれ、どうなんでしょうね。天台座数も割合ああの、完全に名誉職ですもんね。あれ、実際に天台座数はなんか権力を握ることはあまりなくて、結構、財にもくる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 るかる多分実際に多分結構るくるくるく なんといい陰,陰気でしょうね。ああ雑誌言ったら会社の社長ほどの権限はない。ないない。ないですか。人事権動かして言うこと議か会かお前らというわけにはいかない。うん多分あの門跡があってその門跡それぞれの門跡には陰気がついてて影響の三門騒動で吉野に殺されたのは大体奨励院のあの関係者ですね。だからそういう連中は結構多分そういった連中のその。 ちなみに、あのその影響三門騒動の後え比叡山のえ実験をかなり握った御松院というのは、3000院、梶井門跡の隠下らしです。で、そういう連中が、まあ、あの実際にあの比叡山のいろんな組織なんかを割合、とのかな大学時代に誰かのほうで、いや、鎌倉仏までそん,なそんな立派なもんちゃんとして。 書いてる坊さんが名前忘れちゃった坊さんかむ,むしろそんなんよりいわゆる鎌倉新仏教でない方の仏教の方にちゃんとした坊さんおるんやいて <laughs> 書いてあってあっそうか <laughs> その頃はへえそんな意見もあるんやな思って見てたんですけどね最近は鎌倉仏教イコール解明的でとか <laughs> 鎌倉仏教が鎌倉時代に 体制をめていたううとか言ってあそうかあそ岩波新書でしたけど全体の,その鎌倉仏教が持ち上げられすぎてると。うん、それはまあ,あの結局近代以降あのつ江戸時代から近代にかけて力を持ったのが鎌倉新仏教系の特に浄土宗浄土新宗日蓮宗それ <laughs> から曹洞宗ですからねという感じですかねあとそれから臨済宗でも五山派じゃない方。